それでは今回はいろいろやってきて、なんとか当たるようにはなったじゃないですか。はい、ね、考えなくても当たるようになった。ただやっぱちょっと球がばらけますよね。はいはい、でばらける、まあ一番の原因っていうのは、僕が見てね、今北川さん構えて、はい、フィニッシュ作ってみて。フィニッシュ、はい、構えて、はい、フィニッシュ、はい、そうパッとフィニッシュやった場合に、こう上はちゃんと回ってるじゃん。はい、だけど下が全く動いてないのよ。これがこう入ってきて初めてフィニッシュだから、はい、ここまで来てないよね。はい、北風さんの今フィニッシュっていうのは、でも体柔らかいから上から上行くじゃん。だけど下全くでしょ。はい、フィニッシュまで揃ってこれば、この球そんなにバレませんので、理想は締める、ここで楽に立てる感じね。はい、はい、一回素振り、はい、はい、構えといて、スッスッスッ、はい、締めて、そこで楽に立つ感じね。はい、はい、この感じ、1、2、3、フィニッシュ。はい、ここで楽に立てる感じね。はい、この時にあまりにもふらつく場合、はい、これは振りすぎです。構えといて、パッと振ってもぐらつかない。はい、ね、でこれが揃ってこれば、フィニッシュまで揃ってこれば、要は出発点があって最後の終点があるわけじゃないですか。はい、そこまで振り切れてこれば、球そんなにバレませんので、もう一度構えていただいて、はい、打ってみましょうか。はい、軸傾けてグリップポジション取ったら、終点までスッスッ、そうスッスッ、そうスッスッ、そう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 ね、今までだからここまでちゃんと収まってないでしょ。はい、要は終点がなかったわけね。はい、終点がないと、終点がないってことはヘッドがどこにあるかわからないから、必ず最後まで収めることによって、この辺の動きもそんな暴れた動きしませんので、ぜひとも皆さん、今回やったアドレスから最後で終点フィニッシュまでしっかり持っていけば、途中だって今球当たりましたけど、そんなに気にしてないでしょ。全く気にしてないです。出発点と終点つないで最後まで振っていけば方向性も出てきますので、ぜひとも皆さん参考にして練習してみてください。